新宿区立戸塚第二小学校は東京都新宿区高田の馬場一丁目25番21号にある公立小学校。1918年に戸塚神常高等小学校の文教場から戸塚第二神常小学校として創立した。太平洋戦争中に空襲により校舎が全焼した。三宅島の噴火の際に東京に避難してきた島民の一部の小学生が 編入した。昔は、たくさんの小学生が通っており、1学年に何クラスかであったが、少子化により、生徒人数が減るとともに、クラスの数も減少し、2000年前後には、ついに全学年に1クラスとなってしまった。それからは、平均1学年25から30人で、多くて35人、少なくて18人程度であり、全学年合わせて160人程度になっており、 一時は廃校も囁かれたが、2006年度入学の1年生は40人以上入学し、その年の1年生は2クラスとなった。2クラスになったとされる主な理由として、付近にある新宿区立高田の馬場第二児童館が比較的近隣である新宿区立戸塚第一小学校の児童も利用していたことでこの児童館が満杯状態であり、 こうしたことから第二小学校内に児童館ができたことに加えて住んでいる地域に構わずくない在住者なら区内どこの学校にも通学できるようになったことでかつて第一小学校に通学圏の児童も通学可能でしかも児童館が併設している小学校は便利と認識され人数が増えたと推察されているありがとうございます